名古屋市教育委員会をめぐっては教員の人事を担当する教職員課が複数の教員団体から校長などの推薦名簿と合わせて年間総額200万円を超える金品を受け取っていたことが分かっています市は弁護士や教育行政の専門家らで作る調査チームを立ち上げ21日開かれた初会合では今後関係者への聞き取りを通じ金品の授受が始まった経緯や 人事に影響がななかかったかなどを詳しく調査チームは来月末までに中間報告を取りまとめる方針で寺脇健座長は名古屋の皆さんが納得できる形を第一に考え議論したいと話しました。